それで起こしに行ったらものすごい逆ギレされたり、やっとのことで修行を見てもらったら機嫌が悪く、そりゃ理不尽なことやらされるし、実際何度か死ぬ思いをしたけど、そのおかげで精神的にはだいぶ強くなったわよ。はい。手をつぶるな。敵を前に目をつむるとは何事だ。